こんばんは、ポン太郎です。今日は2019年1月のラクシーが届きましたので開封をしていきたいと思います。それではどうぞ。はい、こちらになります。今回もこのようなね、プチプチバッグみたいなのに入ってきました。それではね、開封をして一つずつ紹介していきたいと思います。はい、まずはこちら、はい、カードになりますね。今回のテーマはウルプル恋コスメということで、プルッと潤っている時、私の女子力は少しアップ、新しいを引き寄せるようなコスメで、ちょっとイメチェン気分をということで、まあ、どのようなねコスメが入っているのか楽しみです。一つ目はこちら、はい、こちらはヒロコ K のパウダーパフュームという、ほんのり香る白いパウダーということで、お直しとかに使えるフェイスパウダーなんだと思います。でこちらね、昔マイリトルボックスに入ってたことがあって、一度使ったことがあります。でも香りもね、結構ね香る香りで、あんまり顔でね香るのは好きじゃなかったんですけど、私はねボディとかで使ってましたね。ですけどパウダーをね、あんまりボディに塗るっていうことはなくて、その入ってたものはもう処分をしてしまったんですけど、またね手元に届きました。でこのパッケージはラクシーの特別パッケージみたいで、本当の販売している商品は違うパッケージになってますね。フランスの国際有機認証のエコサートを認定しているみたいですね。なのでかなりオーガニックでナチュラルなコスメということですね。ピュアな植物成分にこだわっていて、肌に吸い付くサラサラ感が心地よい、ローズマリーの成分を配合しているみたいですね。はい、こちらになります。これね、このシールをね剥がしたらねすぐ出てきちゃうので気をつけないといけないんですけど、香りがすごい、うん、すごい香りで、前手元に来た時はパフが入ってたんですけど、これ入ってないみたいですね。まあ、今回はパフが入ってないみたいなので、なんかブラシとかね持っているパフでつけなきゃいけないとは思うんですけど、これ本当に香りがすごくて、今もねここで結構香ってるので、このオーガニックなお花の香りみたいな、ハーブっぽい香りみたいなそんな香りがするのでね、まあ、香りがきつめなので、まあ、苦手な方は苦手かもしれないんですけど、また使っていこうかなと思います。そしてこちら、はい、こちらメデルナチュラルホワイトセラムという美容液ですね。ワイルドローズアロマの香りということで、 84% が天然由来成分で、低刺激な美容液、肌にしっかりと潤いを与えて、透明感を与えて、そして張りのある肌に導いてくれる、メラニン生成を抑え、シミ、そばかすを防いでくれる美容液みたいですね。でこちらは化粧水の後に使う美容液ですね。はい、こちらになります。で内容量は 30ml になります。でこちら現品サイズですね。で美白美容液は本当にこれからまた必要になるので使っていきたいと思います。でここがねスポイトタイプなので使いやすいかなと思うので、ね、これから使うのが楽しみです。そしてこちら、はい、こちらは駆け引きのモティブディッププランパーディップ美容液ですね。401番のモモというカラーになります。でこれ現品サイズですね、完全に。はい、こちらになります。すごい可愛いゴールドのラメがすごい入ってますね。でこちらね、なんか今 SNS で大人気のディッププランパーらしいです。ディッププランパーなので多分スースーするタイプなんだと思います。唇に張りや弾力を与えて、プルッとした唇を作り上げてくれるディッププランパー、ヒアルロン酸やセラミド、植物由来の保湿成分を使用していて、唐辛子エキスのピリッとした程よい刺激と西洋ハッカ油の清涼感もお楽しみくださいということで、まあ、リップブランパーなので唇をぷっくり見せて縦じわとかね、そういうのを
なくしてくれるものなんだと思います。でこちらはモモという色でコーラルピンクのお色らしいです。はい、アプリケーターはこんな感じになってます。色味もね、まあ、オレンジ味が強いかなっていう色なんですけども、可愛らしいお色かなと思います。はい、このようなお色になっております。結構オレンジ味がやっぱり強いですよね。けどゴールドのラメも可愛いのでね、まあ、プランパーなのでできれば下地として使う方がいいのかな。なんかメイクしている間に唇をぷっくりさせておく方がいいのかなと思うので、まあグロスなのでね、後からつけるのもありなんだと思うんですけど、メイクの時の仕込みとして使うのもいいのかなと思います。ただね、色味はすごい綺麗で、ラメもすごい綺麗なのでね、これから使うのが楽しみです。次ね、最後なんですけども、こちらはハルハルワンダーの HGB マスクということでフェイスパックが入っておりました。でこのハルハルっていうメーカーのパックは2枚目ですね。これで前は赤のものだったんですけど、今回は白のものになります。でこちらのマスクは竹炭のシートで、清涼感が高く肌への密着感もすごくいいマスクみたいですね。内側から光り輝く美肌へということで、弾力感のある肌へ導いてくれる蜂蜜などの自然由来の保湿成分が肌を優しく整えてくれる。パラベンや合成香料、着色料などは一切使用していないパックということでね、乾燥やエイジングケアとして使えるパックみたいです。まあパックはね、いろいろ試してみるのは好きなのでね、こちらも使っていきたいと思います。はい、中身は以上になります。今回は原品かな、全部ほぼ全部原品ですね。多分もう嬉しいですね。美容液とかディッププランパーとか、私あんまりスースーするディップって持ってないんですけど、これをねゲットできたので、これから試していきたいと思います。でこちらね、さっきお伝え忘れたんですけども、香りの方はね、発火の香りなのでね、他に甘い香りとかね、そういうのはしないんですけれども、まあ、発火の香りだったら私は全然ね好きなので使っていけるかなと思います。またね、使用感はレビュー動画でね紹介できればいいなって思っております。一応入ってたものは概要に書いておきたいと思いますので、よろしければご覧ください。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。